うん、さっき武雄さんと圭さんと藤宮と吉島家だったのかな僕。うん、普通に武雄さん浮いてるんだったら、うん、武雄さんが診察側から入ってキルトって。シェリフです。大変失礼しました。はい、お願いします。クルーケータケケータケケータケータケー。はいはいはい。大丈夫ですか。若干重かったけど大丈夫か。始まるのか。始まるのか。ね。あ、よかった。みんなお菓子重たかったんや。クソボクソボ。いや、そんなことはない。まあちょっとクソボかな。流れるようにほんで一票入って。キッチン。なんやそれ。メイン。希望や。ケータケフジ。これはきついわ。これはもう浮いちゃう。浮いた。絶対浮いた。もう無理。はい。あー、今。貨物の下の方か診察です。あ、そっちが言ってたんや。停電をアルマさんが直してて貨物でその後下に下っていくのを 見届けたので、6秒以内のキルプラスさっきみたいに貨物の下かもう診察です。そこしかないです。もう直近直近6秒以内6秒以内サントスさんが言ってることが正しいと思ってて、あのサントスさんがインポスターでも正しいと思っててラウンジからラウンジですれ違ってます。うん、俺もラウンジまで一緒に行こうとしてた。あ、そうね、おまじともう一回トイレですれ違ったときに、貨物に降りていくのを俺と同じで見てる。トイレタスクやってるの見てた。最後に見て終わったから。あれ、うん、あ、じゃあ、メイヤってどこ今。俺今、あの昇降機右で閉じ込められてるの。多分、おまおじさん視点で俺は弾けると思う。あ、そう。弾けます。見てます。そっち側に行ったのか。うん。おまおじさんも弾ける？おまおじさんもね、アーカイブぐらいでしか切れないね。ハイブリさんってどこに行ったんですか？最初、あ、ごめん、いい？最初はシャワーの上。うん、配線のとこでハイブリさんを見てるシャワーの。あ、そうそう。メイヤの貨物で湧いて覚え毛やった後にラウンジ貨物シャワーで配線が湧いてんのよ。はいはいはい。だから行ったり来たりしてる。その間に、うん、貨物の方に下に降りてくるアルマ君も見てる。オッケーです。ネロちゃんってどこ？最初はラウンジのトイレ一番右ぐらいです。あん。さんは誰かに見られたなと。最初あ？あれ。プテさん、俺ですか。あ、ごめんなさい。なんですか、うん。プテさんあれから誰かに見られました？そしたら僕は誰からも見られてないです。ああ。そう、だからガン浮きなんですよ。了解です。どこ？最初金庫です。金庫のダウンロード終わったとこです。金庫だったら届かないんじゃない？いやでもあれからっていうのは多分エンジンぐらいだよね。エンジンコミュニケーションツールぐらい。コックピットぐらいですれ違ってからだから一応届くんだけど、誰か眼下に見られてたら白出せるっていうだけです。でも貨物でし。ん？貨物でしたでしょ？ん？貨物の下か、バイタルどっちか、もう6秒や、うん。弁当を使えば間に合うぐらい、まあ、そう、うん、弁当でワンチャンあるっていう感じ、うん。高田さんはシャワーにいるんだよね、今ね。俺はシャワーにいる。厳しそうシャワー弁当閉じてくれてれば大丈夫です、僕は。次か、シャワーに置いてった気がするんで。次、貨物で沸いた人、診察貨物の扉閉まってるか見ていただけると嬉しいです。閉まってたら弁当ほぼ確定です。はい、なるほど。うんうん、藤宮もいててエンジンです、最終。おまおじって、浮いてます。そのなんかアーカイブらへんの弁当って否定できるの？で、否定できないですね。僕が使って言ってる可能性も全然あります。そう、ただ麺屋さんのことは否定できます。僕はダウンロードしたから俺見えそうだかなと思っちゃいますね、その場合。ダウンロードまあ無理ですよ、金庫ダウンロードなんだからね。
貨物下閉まってたんで、はい、弁当っていうことになると思います。あー、なるほど。浮いてたんですけど、うん、中野アルマと停電勝ち合いを起こしていて、で真ん中を、あ、まあその話は分かんないか。皆さん勝ち合った感じしました？停電の感じ。長かったのはちょっと長いかなぐらい。勝ち合ったかどうかは分かんないな。結構長かったと思う。あ、展望です。高田さんがシャワー弁当塞いでるんですよね。塞いで、ると言い切れないぐらい。塞いでたらプテハシさんは無理です。俺がね、うん、奥に入ってる時に、あの弁当に入る時間が一応あるから、その時のみ。うん、あるいは L 字の奥にいるときの、まあ、基本無理だと思ってほしいけどね。だから基本的には無理、うん、ほぼほぼ塞いでる、うん、え、それよりアーカイブの弁当の話なんですけど、うん、僕が停電中に、停電になる前ぐらいからアーカイブでダウンロードし始めて、で、開けてダウンロード終わった時にまだ開けてなかったんで、その間に、アーカイブから弁当に入ってってなるとかなりリスクあるなと思うんで、アーカイブはほぼなさそうかなと思ってます。アーカイブ弁当いいですか、ちょっと、はい、さっき武雄さんと K さんとブリ、あ、じゃあ藤宮と吉巻だったのかな僕、うん、で4人、普通に武雄さん浮いてるんだったら、うん、武雄さんが診察側から入って切るとって、シェリフです、大変失礼しました。ネロちゃんとさ、サントスってさ一緒にエレキに、うん、いたはずなのね。そっからってバラバラになったってこと？でバラバラになって、後々貨物で合流っていうか、そんな感じになったの？サントさんが、エレキに降りてきたタイミングで俺はシャワーに登ってます。ネロちゃん登ってる。あ、そうなの？そう、高田さん登ってネロちゃん登ってます。で私が下って藤宮さんとエレキだって 下回りで手で直そうとしてアルマさん見て終わり、ネロちゃんは見てないです。え、ネロちゃんってじゃあハイブリさんとかオマージとかとそれってすれ違ってるって、ね、いや貨物俺はネロちゃんすれ違ってないので、おそらくネロちゃんがダウンロードした後に俺がラウンジアーカイブシャワーと通ってるかな。まあ可能性はあるですね。オマージは？でも俺とすれ違う。いや俺すれ違ってないですね。ネロちゃんどうやって行くんだ貨物に。それただネロちゃんの、いや俺最終日ラウンジなんで、アーカイブからラウンジに行ってるだけなんで、うん、俺はハイブさんとはまず会ってないんで、というよりは高田さんのシャワー弁当が一番、そう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 、なって、うん、そうなってると思いますよ。おまおじさんってどっから来たんでしたっけ？ラウンジの方向から来て、貨物は来、ラウンジアーカイブ、停電明け、停電明けにどこにいたかっすね。停電明けまたもう一回ラウンジ、あ、アーカイブに戻ってきて、昇降機までメイヤさんと一緒で、じゃあ絶対俺と会うはずなんですけど。でもおまおじさん俺しててね、無理だと思うよ。いやだからネロちゃんってね、いまあ、すいません。はい、うん。まあ、奇跡的なすれ違いの可能性もある。一応、テレロちゃん、結構奇跡を起こさないと、そっ。いやー、まさかのシェリフ。いや、てか、普通にだけで、竹雄さんが切ると取れる人物だなしたからね。僕視点でキッチン脇だったら回ってたから。だから、竹雄さんが診察側から入って切る取って、扉閉まってましたって、竹雄さんがインポスだったら閉めて言えるから。全然竹雄さん黒じゃね、なんならある、全然歩くねって思ったらシェリフでした。はい、乗っ取りであれ、むしろ。むしろ乗っ取りであれ。でもあまりにも鮮やかなシェリフ仕様だったから、さすがに乗っ取りないな。はよ。あ、お前自身の。お前さんってさっきの容疑者じゃなかったっけ？うん。まあでも容疑者だけど、お前おじさんは僕視点でキルができない人物。見た人は死人なし。あれ、おまおじさん。あ、宿舎脇でエンジン落ちた。うん。降りてきたわ。メタタスクやってる横で、俺は給油してました。あ、エンジン。で、俺はメイン側に行って、おまおじさんどこか知らない。貨物脇だ。高田さんがね、キルに関われないですね。え、宿舎脇でエンジンに降りたのだと思いますよ。うん、でも俺が給油してたら、弁当の方に来たんで、エンジンの。メインの方行ってますね。僕。エンジン左側から通ってきてるんで。さん見た？メインの方だったら。メインだったら僕最終メイン除染入ってるんですけど見てない。うん。シャワーにはいなかった。停電貨物で直してます。おまじってそれメイン側行くんだったらメインかエレキしかないじゃない。まあシャワーもあった。エレキ側だと思いますよ。一応シャワーは僕が扉を開けて除染の部屋入って。まあでもシャワーもあるか。ってなって。やってるんで、あ、であれば席は来てないと思います。席のアップロード、まあアップロードだから分かんないか、席のアップロードにいるんですけど、メイン脇でメインエレキバイタルって言ってます。なんか初手切りほぼ高田ネロのどっちかかと思ってます。ごめんちょっとだけ気になるんだけど、明夜くんってどうやってミーティング来た？うん、初手
宿舎脇の金庫で助け合ったから、でエンジンで配線だけやってミーティング登ってです。ああ、なるほど。で高田さんに、高田さんがヌンノってんのと合流してるから。あ、オッケーオッケー。じゃあ、経路は見られてるはず。まあ、初手の容疑者で言うんだったら、俺か高田さんになるけど、俺は弁当を塞いでる人物なんで、正直アーカイブから侵入できないかなと思うんで、ハイブリさんと高田さんのラインまであんのかなぐらいに思っちゃいました。俺を疑う分には、俺はその場所にいて、剣士がそれ見てるんやっていう感じなんで、俺別に全然剣士が白いと思ってないよ。あ、そうなんだ。うん。わかんないです。ごめんなさい。ハイブリさんってあのターンで配線終わった。俺を見てないの？配線しててパカンだから、パカンの瞬間にボタンだったんで見てる。ああ、じゃあ成立します。おにきどうする？いや、初手で釣りますか、もう。うん。高田さんの方が。可能性高いと思うんで、高さんも行きたい、まあ。じゃあ、頑張ってください。ネロちゃんはね、コミサボ行きます。ボタンないので。マジ、ハイブリオマーズとすれ違わない未来ってあんのかな？一応そこもちょっともう一回冷たかったんだけどな。コミサボ無理です。いや、向かうか、これ。さすがに右。昇降機右2枚だったら。でも今、計算いなかったっけ？やばいかも。あ、ダブルキルだから落ちてないね。で、宮さん、宮さんのレポートで宮さんが切られてるからですね。じゃあハイブリ三角白だしら走ってるから。俺も三角白。今回 K 三角白ですね。一緒にシャワーメインで今コミサボの方に向かってる途中です。え、じゃあ藤木ネロちゃん確定だけど、マットがいないことにかけるしかないか。うん、ネロちゃん確定で、ネロちゃんがマットの時ってもう負けだから、ネロちゃん投票にしかならないですよ。その時はもうスキップ3票になっちゃうんで、全員ネロちゃんに入れるしかないです。いや、コミュがなって。鬼家はシェリフだから。そう、あ、違う違う違う、富士家って。富士家のにインポスターっぽく見えるけど、ネロちゃんマットとかの。それはショテキルが成立しない。ショテキルのアーカイブのそこのダウンロードの話で、すれ違わないっていうのが、オマオジ、ハイブリー、結局、剣士もクルーやったわけで、全員クルーなので、俺視点は。そこに塗る違和感を作ってるのがネロちゃんだから、俺は K 富士の方がにインポスターに見えるけど。それだと高田さんがシャワーに行ってアーカイブにおまおじ、ネロちゃん、まあネロちゃんは人外だとしても、まあ、ほぼ弁当が厳しいっていうのは全員視点で、高田さんの視点をかいくぐるのは厳しいって言われてたから、普通にサントスハイブリーの強労もしくは2労。あ、いや、まあどういう風でもどの道あのマットが残ってたら負けなんで、ネロちゃんに全員入れるしかないと思いますよ。うん、本当に。一応ね、俺視点は俺の後ろでサントスさんが切ってる可能性はあるし、貨物の視認情報を出してるんだったら近いの、弁当否定できるんだったらサントスさんしかないから、まあ、そうね。とりあえず俺別にサントスさんと繋がってはないので、あれ今回ハイブリッド視点でサントスさんはどうですか？俺の後ろにいる、リアクター待機、ネロちゃんと一緒に行き、アーカイブシャワーメインホールで行くときに、シャワーアーカイブの扉開けるところぐらいで置いてった感じ。で、今、僕一番サントスさんが白いと思ってんだけどさ、あ、そうね。ネロちゃんってキルできると思う？分からん。難しそう。リアクター右ではあったけど。リアクター右で一番最初にどっか抜けてってんだよね。じゃあ、スキップ行きますか。スキップしましょう。スキップしましょう。スキップしましょう。いや、もうこれ流されるのが一番腹立つな。ネロちゃん釣りで勝ちたかった夫は。まあ、そうですね。そうでね。富士系インポスターの。まあ、まだシェリフいますから。うん、頑張って。シェリフ頑張って。計算の位置とか全く出てなかったもんな。うん、全く出てなかったね。そうですよ。僕は例外で聞いてましたけど、藤宮一言だけ最終エンジンです以外、一回も喋ってなかったですよ。日本語が出なさすぎて分かんないのよ。ネロちゃんだけはね、絶対自視点がね、人外になっちゃって。そういうことですよね。ネロちゃん
まあ、おまおじが白っぽかった。おまおじもっと言えよ、すれ違わないわけねえだろう。いや、あのね、おかしいだろう。いや、あのね、それはね、難しいのよ。暗かったからって言われたらもう終わりやから。もうインポスター2人で追いかけ回して。ナイス。ナイス。負けました。竹山さん投票して。竹山さん投票ですか。伏見くん強え、マジで。ちょっと今僕がバイタル右側でキルしてて、扉はギリギリ閉めました。ああ、そうなんだ。という状況です。強えな、本当に。扉が閉まったことで、ほぼ弁当ってなったのか。ね、でかかった。僕なっちゃうかも。うん。確かに、弁当確定で話し進めたもんな。そうね。素晴らしい、ナイスファイト。すごい、すごいね。あれ通った後閉まったんだ、すごいな。キルされた直後に閉まったかなと。すいません、あのなんか時々ログインボーナスみたいな感じでなんかタスク完了かなんか右下に評価って出るんですけど、今僕巧みな話術ですみたいな感じで右下に出るんですけど、何ですかチームのトロフィー的なやつ。めちゃくちゃ折られてる。初手キルがうまかったね。うまかった。いや僕多分ね、釣ろうとしてもね、高田ネロちゃんとかで、あでも、うん、高田さん釣りはね、うん、俺もね絶対すると思いますね。シャワー弁当が確定。多分ネロちゃんから釣ってても行ってしまいそうになるな。いや9人番目の時にね、うん、ハイブリさんとネロちゃんがすれ違わない未来も多分ないと思うんだよな、うん、ないっすね。俺もねすれ違ってないから。そうネロちゃんがねラウンジに行くルートがね、ハイブリおまおじ高田を回避してね、うん、俺の後ろだから絶対行けないんだよ。うん、そうっすね。ただそうただやっぱ弁当ってなると高田さんにヒットになっちゃうんだよな。いやだからね、あの9人番目から釣ってほしかったな。あなるほどね。そうそうそう、9人番目が実質最終日だ。